今回ご紹介する昭和美人は歌手の柏原芳恵さん。1965年10月1日生まれ、出身大阪府、身長157センチ、血液型、A 型。1979年、スター誕生にて合格。その後、グランドチャンピオンになります。1980年にシングルナンバーワンを発売し、アイドル歌手としてデビュー。 1981年発売の7枚目のシングル、ハローグッバイが約40万枚を売り上げてブレイクを果たし、この曲が彼女をトップアイドルへと押し上げ、同年末の日本レコード大賞ゴールデンアイドル賞を獲得しました。1983年シングル、春なのにがザ・ベスト10で最高2位まで上昇。 1980年代後期は歌手としての活動よりも女優としての活動が多くなり、2時間ドラマに多数主演のほか、映画にも出演しています。現、天皇陛下は、柏原吉恵のファンと発言し、1986年10月19日に行われたリサイタル、女秘書を鑑賞。会場で直接殿下を出迎えた際は、緊張で頭が真っ白になったそうで、殿下からは、 本日はありがとうと声をかけられたそうです。その際、彼女にローズピンクのバラ、プリンセスサヤ子が一輪贈呈されました。返礼としてサイン入り写真集を送ったそうです。バラは後日、プリザーブド加工を施された上で真空状態のガラスケースに収められ、今も大切に保管されています。 その後はグラマラスな死体を見せるグラビアアイドルの活動も目立つようになります。グラビア活動をしていたバブル期には、1年間でパスポートがスタンプでいっぱいになるほど数々の国を訪れたそうです。1990年代前半にはテレビ以外の仕事に重点を置き、ビデオ映画主演のほか、写真集を出版。以降、歌手の仕事を中心にミュージカルや舞台で活動しています。 最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。